みんな集まったかな。それじゃあ、お本第1回マリー・アンドロメダを人気キャラにしよう大作戦の会議を始めます。イエーイ、待ってました。てか第1回ってこの会議何回もするつもりか。もちろん、相手はミシェルだし、しっかり戦略を立てておかないと。はあ、そもそもそのフワキャラ選手権って何なんだよ。全く意味不明なんだけど。まあシノコの言ってても仕方ねえか。ばあちゃんがみんなが来るならってこれ買ってきてくれたから、食べながら会議するぞ。わあ、おまんじゅうだ。おいしそう。はぐみも差し入れ持ってきたよ。父ちゃんが持ってけって言って包んでくれたんだ。ハグの家のコロッケ。おまんじゅうとコロッケ食べながらおしゃべりなんて贅沢すぎる。まんじゅうとコロッケってすごい食べ合わせだな。じゃなくて、おしゃべりじゃなくて会議だろうが。会議。あ、そうだった。つかさ、いいわけ。その北沢さんがマリー・アンドロメダに入るってことはミッシェルと戦うことになるし、辛い戦いになるかもしれないよ。会議を始める前にハグの本心を聞きたいんだ。だからみんなで集まったっていうのもあって、ミッシェルと戦うことになってもいいの？みんな、ハグミなら大丈夫だよ。ミッシェルと正々堂々勝負するって決めたもん。本当に？もちろん、ハグミの全部をミッシェルにぶつけるつもりだよ。そっか、よかった。ハグがそういう気持ちでいてくれるなら安心して会議できるよ。覚悟はできてるってわけか。で、どんな作戦で行くんだ？目立つことが大事なんだよね。なら、とにかく負けないようにしようよ。たとえ相手がミシェルでも。うん、私もそう思う。負けないのは大事。いや、そりゃそうなんだけど、だから負けないような具体的な作戦を。負けないように、何が何でも勝てばいいんじゃないかな。負けないよ。うん、とにかく勝とう。だから具体的な案を出せって言ってんの。具体的、具体的。はぐみ、思ったんだけど、マリーってウサギでしょ。ウサギって足が速いしダッシュするのがいいと思う。うんうん、ウサギはすっごく足が速いよ。いいじゃん、ビュンビュン走るかわいいウサギ。あ、ねえねえ、ジャンプ、ジャンプはどう？ウサギだしジャンプは必須だよね。それいい。ビュンって走ってバク転とかどうかな。うん、すごくウサギっぽい。賛成。いや、さすがに無理だろ。着ぐるみ着てバク転なんて。ハグならできるよね。うん、多分大丈夫だと思う。できんのかよ。作戦決定だね。ビュンってしてピョン。うん、いけそう。でも相手はミッシェルだよ。もうちょっとアイデア出した方がいいかも。例えば、アイデアいっぱい出たね。これならいける。大量の花火を持って登場、大砲でマリーを打ち出す、爆炎を背にマリーがポーズを決める。どれも実際にやるってなったらストップかかるレベルだぞ。だけどその中のどれか一つでも実現できたら絶対に勝てるよね。うん、はぐみも絶対いけると思う。ツッコミが追いつかねえし、ツッコむ気力もねえ。みんな今日はありがとう。はぐみの心配してくれたり、素敵な案出してくれたり。はぐみ頑張るね。当日はバッチリマリー・アンドロメダを目立たせちゃおう。いいねいいね。それじゃあケーキ付けに。
エンジン雲。はあ、エンジン。いいね、エンジン。ほら、アリサも。エンジン、エンジン。わかったよ。けど、一回だけだからな。もう、アリサってば。ちゃんと肩組んでくれなきゃ、エンジンにならないよ。わかってるっての。よし、ハグ、当日はよろしくね。任せて。それじゃあ、行くよ。